アグネスってもともと死亡する予定だったの。に対するみんなの反応をまとめてみた。生き残るとこ含めてキャラの描き方として完成するタイプだと思ってた。シードの桑島のり子だぞ。これまでのキャラ見たら死ぬなってシリーズ履修してる人らは思う。実際、桑島のり子ってら分かったその日にはツイートをすれ立ってたしな。第一印象は、だったなまだ映画の中身分からん頃はキラあたりが死ぬ可能性も十分あったんで流れでアグネスも退場かと思ってた。自分の演じるキャラが複数あって全部死ぬとかはためには普通に嫌なんだけどよく演じきったな声優さん。んなこと言ったら池田さんも古谷さんもガンダムで演じたキャラほぼ死んでるし描かれ方次第だろ。その辺はご本人も選べないですからだから達観してるし。まあそりゃ死ぬキャラばかり演じてステラを死なせないでほしいってお願いまでしてたくらいだからそうもなるわな。シナリオを変えろとは言わないけど毎度毎度死ぬキャラばかりオファーするキャスティングする側に人の心はないんです。シュラをかばってとかなら最後に自分より他者への愛を取ったってことでありな気がする。言動含めたあらゆる要素が死ぬやろなの塊だもん。特に反省とか改心とかもなくアホがアホやって当然のように叩きのめされただけだからな。少なくとも桑島さんはオファーもらった時にまた死ぬ役なので申し訳ないんですがと言われていた。さ、これどこ発言。この間のイベントをコメリレーの桑島さん&坂本さん担当パートそう言われてたのにアフレコの時他の声優さんとこれアグネス死んでるシーンないよね、もしかして生きてると盛り上がって完成映像を見てやっぱり生きてたと喜んだらしい。声優沢さんのプロットだと死ぬ予定だったってことかな。いやただその声優のキャラは全滅してるからパターンってだけかと。もちろん公開前は視聴者全員の見解でもあった。内容知らないのにスタッフが勝手に声優さんにまた死ぬ役ですとか言うか。関係ないところで会った時もまた死ぬんですかって言われるほどだったからな。アグネス自体はヘイト集めるタイプの役柄なので死ぬつもりで演じてくださいみたいな感じで結末や設定をぼかして演じさせるのは高いわ。でもちょこちょこ聞く。まあ桑島さんはクロスアンジュの際福田監督とばったり会って、あこれ私死ぬなって思ったらしいけどな。生き残ったけど CV 桑島のり子ところどころクエスが被って見える立ち回り。初見視聴中はハラハラだったよ。言っちゃ悪いがこれで死んだらマジで存在意義自体がない。今の生き残る流れでさえ別にいなくてもよくねな感はあるのに。ぶっちゃけいてもいなくても作品上困らんストーリーも変わらない。当たり障りのなさ含めて後付け感半端ないけど当初のプロットからいるからかえって気を使われまくってるキャラなんだとは思う。ただキラとラクス関連のシナリオブーストとしては役立ってたよね。話の主役がキラたちの以上メインに影響はあまりないサイドストーリー的な意味だとキラやラクスのもどかしい状態への煽り役や本編最後での新ルナ月面のシチュエーションのリフレインとか話の観点が増えるから邪魔にならない分にはいた方が面白かったとは言えるキャラの位置って印象。ファンアート探したらキャラ発表直後くらいの絵とキャプションとコメントが死にそう死ぬの死なないで生き残れるかばっかりで笑っちゃった。いや公開後も生き残って嬉しい死なないでよかったばっかりだけど見てる時は死ぬと思ってた。終わった後考え直すと死なない程度にクズなことさせてボコってただけだなと思い直した。ぶっちゃけるとキラに粉かけてると知った瞬間から死んだら死んだでいいやってなったわ。脚本が途中で変わった影響をもろに受けた感はある。後半ただいてボコられただけというルナには鉄頭鉄尾はいはい困ったお子ちゃまよねみたいな感じの対応されてるし当初は何する予定だったのか皆目見当がつかない。アグネスはヘイト管理立ち回り含めて完璧なんで結末が変わるなら何もかもが変わると思う。前半ではキラとラクスが自分を責めてすれ違うための起爆剤後半では必要だから愛されるはずっていう価値観のアコード以外の人間っていう役割はちゃんと果たしてるよ。監督曰くフレイに似てるって設定があるみたいだからわざと似せたあたり面影残したやつをキラにこっぴどく振らせることでキララクを完成させる意図があったんじゃね。手邪推したりしたツインテとか来るか言って言われてジネーガエとかクエスパロかなって個人的には思ったけどそういう話は出てないしな。遺伝子で相手決めるのって結局こいつの言ってる恋愛することが目的で肩書きとステータスで安易に選んでるガキンチョの恋愛と同じだよね。手の描写するためのキャラって感はある。坂本さんもアグネスが死んでたらルナマリア PTSD になってたかも的なこと言ってたから両者はアンダとルナマリア関係がもっと湿度マシマシになった上で死んでたんだろうなと。ガンダム、桑島のり子、ピンク髪、新キャラ、ツーアウトってところか。アグネスがいないとルナマリアが目ありのモブパイロットその1くらいになっちゃうのでサブキャラのキャラを生かすという意味でも意義はあったと思う。シードフリーダムがテレビアニメ3期の4クールアニメとして作られてたら絶対死んでたいシーンも増えるがやらかしも増えてそうだし。なんですかみんなして、まるで私が桑島さんをすぐ殺してるみたいじゃないですか。兼用キャラゴミで全滅してやね。どうせならアコードの大型 MA みたいなのに乗って大暴れしてくれればクエスオマージュとしても活躍的な意味でも盛り上がったのかもしれんが、まあ刺したらんな。あんまやりすぎてもしんどけになるから死なせないためにはしょぼめにしとく必要がある。いてもいなくても大筋には影響があんまりないけどキラとラクスの関係に焦点を当てたりテーマを語る上ではめちゃくちゃ存在意義がある女だから。
最初は死んだ方がいいかってシナリオ上考えてても途中で変わったのはよくわかるというか、ぶっちゃけ死んだ方が集大を今後晒さずにいられるから、こういう女にとっては救いだったから生き残らせた感じがするんだよな。そういう雑な生存じゃなくて、良くも悪くも口ばっかで問題っぽい行動は命令や体制所属で切り抜けてるから、最初からアグネスは言うほどまずい行動はしてないって設定で作ってるとしか思えんのよ。そこら辺もわかってはいる。その上で間違いなく死んだ方が本人のプライド的には救いですらある女というか、なんというか唇の描写云々って感じたんだけど、この映画大人と子供の対比を非常に意識してる感はあるので、間違いを認めず肩書きで全て管理したがる敵側の子供っぽい連中と考えの違いや間違いも認めて歩み寄っていこうとする味方側の大人みたいな書き方をしてるので、そういう意味でも救われないといけなかった側の人間な気がするんだよね。アグネス要素はプロットの死に相関が異常でも、同時に要素は3じゃないと花道作れなさそうだとも思う。初期設定だとシュラはもっといやらしいキャラで、アグネスも今よりおバカなイメージがある。本編のアグネスは落ちぶれてコンパスに流れた感じだけど、初期案だと偉い人がいるからコンパスに入っただけだし、正直俺だけだとは思うが、アグネスが死んだら今ほど映画を評価しなかったと思ってる。いくら途中の経過が美しかったとしても、死んだ瞬間悪い意味でいつものシード買ってしらけちゃってたろうなって。初見だとなんか利用されてるお気の毒様ポジなのねって印象を持たせる作り出しな考察が進んで、いや利用されてるんじゃなくシュラがおかしいだけじゃになってるけど、一見の感想や後味には影響はする。とはいえ他の桑島と比べたらショットなから異様に図太さとたくましさの塊だったから、なんとなく死ぬことはないなと思った。ナタルですら割と儚いし、嫌なやつではあるけど死ぬほどのやつではないって塩梅のキャラなんで、死んだら死んだでいい感じに誰かの傷に離れたと思う。イザークやディアッカなんなら、シンすらテレビ本編で死ぬ可能性があったんだというから恐ろしいわ。シンじゃなくキラじゃね、シンは皮肉に盛るなが、つまりアセイボがいるからプロットレベルで保護されてただろ。まあ死なない流れの方が面白くなるから死ななかったってだけの話だよな。むしろ生存フラグさせるからそういう流れを作ってる。ガチで殺す気ならババアとレクイエム撃ってる。まあ甘いけど、新キャラながら既存キャラに食ってかかって無様にボコられるというサンドバッグ液必須の花のない汚れ役やってくれたスタッフからのお礼が生存って感じがした。アグネスみたいなお邪魔キャラがいなかったら気が楽、シンルナは直接ぶつかってギスって和解ってプロセスで愛を証明って流れになるから、テンポと空気が悪くなりそう。クワシマは死ぬってずっとネタにされてきたからこそ、生存させるために出てきたキャラって感じがするけどな。一部の視聴者がわめいていた危険な場所に送って、自分は安全な場所で見ているだけ、いい結果出したから付き合っているんでしょはこのキャラクターでしか言えないね。大役を果たしてくれたから丁重に生存させてあげるね。これをフレイとステラをやった桑島のりこさんが言うことで、より良いバカやめろとなるし、メタメタすぎてちょっと面白いんだから、うまいことしてると思う。アグネスを殺す気ならアグネスはもっともっとろくでもないキャラだったと思う。初戦でアグネスのせいで明確に死んでるモブが描写されるぐらいに運命が違ってたら、シュラとどうこうあって利用されて死ぬ展開はありそうな気がした。ただコンパスを裏切っているから生きている方が辛い立場になる可能性もあるのがな。逆にコンパス自体がこれから大変だし、それと一連卓章にならずには済んだってことなんだよな。しれっとザフトに戻って降格、やり直しでも全然あり。裏切りも客観的にはラクスの命令に従っていただけだから丁寧に生かされたなって思う。つっても、シュラとルナとの関係もっと盛ればいい感じに切ない最後になったとは思う。でもそもそも単純にサシが、アグネスの一番大事な役柄はあれだぞ、ルナマリアに好きだけどって言わせたことだぞ。アグネスのアバイってキララクにとってもシンルナにとっても本人が気にしてるけど、周囲は気を使ってまず言わないことなんだよな。20年前だったら死んでたと思う。アグネスがもし退場してルナマリアが PTSD になってたかもってなるなら、必然的にスパロボに種自由が参戦したら、原作では生きてるのにスパロボで死なせるという展開ってのはないな。アグネスを説得させつつ改心させるのに復帰させるしかないが、劇場版後でもあいつ反省してないらしいから、スパロボでも改心させるのに一苦労だな。説得させてただ復帰させるのもあれだから、シントルナマリアで説得し、ルナマリアで撃墜してアグネス復帰かつ何か強化パーツとか隠し機体入手ってのがあればいいな。まあスパロボなら改心しました、でもいいんじゃないかな。クロスアンジュでも似たような経歴のキャラいることだし、ライフリとイモジャが残るパターンだと余るからイモジャ乗せてあげてもいいかな。このキャラは嫌な性格はしてるけど哀れみも感じるし、やってることも罪に問われないこともできそうなラインだし、絶妙にクソだが死ぬほどのキャラじゃないなと思わせる塩梅なのがまた味がある。ぶっちゃけ結構好き。とりあえず本編の後どういう処遇になったのか気になるな。さすがにコンパスに出戻りは無理だろうけど、そもそもコンパスが存続してるかどうかすら怪しいし、どこまでファウンデーションのせいだって証明できるかだよな。コンパスなくなって困るのはやっぱり世界だと思うけど、中の職員は出向だから職がなくなって困る人間はいないんだよね。むしろコンパスの理念に賛同する人間ならオーブは丸がかえしたがりそうだし、キラやシンみたいな一人で戦局を変えられるような特急戦力を特定の軍属にしたくないってのもあるね。
新キャラたちが見た目が美男美女なだけで魅力が全然なかったのが残念だったな。シードの敵たちに比べると物足りない。アグネスのことを愛してるから人に必要とされてるキャラがたくさん出てくる映画の中で誰にも愛されてないから死ぬ必要すら与えてもらえなかったキャラってコメントあって、そこまで言わなくってもってなった。コンパスの面々がジワから話しかけることすらしてくれてないってのを見てさらに悲しくなった。アルジェントかなんかでも死んでたからサンライズだとそういう扱いなんかなって思ってた。ガンダムシードとは関係ないんだけど、桑島さんはあまりにキャラが死亡するもんだから、他のアニメでもこのキャラ死なないですよねと聞いていたりする。とんでもない古臭いキャラだよなアグネス。さすがにまた死ぬ展開にしたら批判されるだろ、レオモンかよ。裏切ったけどキラもアスランもシンも友人や好きな人殺し殺された関係だし、ぶっちゃけ反省してれば許されそう。むしろ上に比べればマシだし。スレでも言われてるがアグネスはルナマリアに対するキャラクターでもあるんだよな。ルナマリア本人も昔は同じ穴のムジナだと思っていたアグネスをぶつけることでどこかなりゆきでついた節もあった。シンルナを掘り下げて今一緒にいるのは相手を好きだからとはっきりさせたのはでかい。ラストはデスティニーとは逆にルナが迎えに行く構図で締めてるし、アグネスがこれからどう転ぶかはわからないが悪友的に長く付き合えるといいな。まあ正直ドム3人衆の2人より思い入れがないんで、それに関しては大体の人はわっしょいわっしょいじゃねえかな。アグネスは生きようがのうがちゃんと結末が用意されてただけマシな扱い受けてるキャラだよ。一番かわいそうなのはラクスの秘書名前なんだっけ、だよ。核から逃げて以降その後出番なしでどうなったか不明のままよ。言うてラクスの身が心配、もしくはラクスを人質に脅迫されてました言えば微罪で済みそう。てかあの世界なら裏切りも見消されそう。キャン乗って敵対した証拠もないしな。私だって愛されたかった、は私のキャラだって生き残りたかったにも聞こえてちょっと悲しかったな。無印種での桑島さん、ナタルにフレイという割と重要なレギュラーキャラを兼役してるのは、ちょっと珍しい気がする。普通は分けるよね。